はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、クロエが、ブラックウェルアカデミーっていうね、マックスも通うことになる学校に、学校での日常が始まったのかな、前回だから。で、いろいろあったんだけど、大し祈て、りの時、でかいことは起きてないから、また続きからやっていくわ。その名を言えるよう、お名を知らせてください。ミランダ、父様のあ、どっ言いちつもけ知ってをる。破ってしまったわ。いいぞ、名ミ前ラン覚えてないけダ。ど。なんと尊い。これまで大勢のご婦人を目にしたし、その美しい言ぎ葉こに、ちないの、お前。演技そのが。美しい言葉の音楽に、その美しいエイデン、ア勘ドリ弁しブ？てくれ。まだ覚えていないのか。ああ、アドリブすとかみじゃまなくせん。て。僕に謝るな。謝るなら、君に付き合ってくれてる相手役と、他の演者たち、さらに、自この分先自生知身らに。ないな。キートン先生、母に衣装を直してもらったんですけど、どうでしょレイチェル？う。レイチェル、決まってる。昨日くらい現実離れしてきた。へえ、なかなかいいじゃん、レイチェル。いけてレイるね。チェルの学校の相姿見たこ変わとないらからず、な。素晴らしいよ。キートン先生、まだ腑に落ちないんです。この方よりも立派な人を欲しいとは思いませんって。彼女は本気ですか？何が？他の女を抱きまくってるって言ったのに。そうだよ何が？ね。何が？もう何度も議論したけど、新鮮な視点が必要ね。あ、俺使われんの？やだやだやだ、俺働く、やだ。要はミランダのファーディ演ナンド劇？への気持ちは黒い美人だ恋へのな。恋なのか、黒い美本当人にだな、お一目惚れ前。したのかってこと。どう思う？ミランダはバカ。ミランダはバカ。これちょっと聞いてなかった。あんまごめん。そんな顔で見るなよ、お前ら。人生を変えてくれる人間に出会ったらピンとくるんじゃない？どうすか、姉そさん。れに親が見に来るんだろう。20ドルも取るんならレイチ・レイさん、ダメっす真か？実の愛これじダゃメっすない？か？ロマンチックかつシニカル。でも参考になったああ、わ。ならよかった。ならよかった。先生、ありがとうございじましゃん。た。また後で。ああ。これから1年の即興劇の授業か。何？レイチェルとの仲が始まんのか？これから。素敵なメイクね。自分でやったの？はい。まだ仲良くないな。冗談よ。あいつ最低だったね。大したことないよ。ちょっと待ってて。私は何をしてるんだ？あ、やっぱレイねチェルにえ、ベ変ルトわっ取ってくれない？バッグに入ってるから。レイチェルがあれなのかな、変えてくれんのかな、こういうなんいいかよ。割とさ、スタビレたさ、女の子であるさ、今んとこね。よし、ベルトを取る。余計なことを言って恥をかかない。それくらい私でもできるだろやっぱレイジェルと関わることで変わっていくのかな。実際ライフ・イズ・ストレンジの中でもなんか割とね、あったもんね。レイジェルのおかげで変わってたけど、レイジェルがいなくなってまたグレたみたいな感じもあったから、変わんのかな、これで。レイジェルに変えてもらえるのかな。RA に主役は無理。何？ VC には才能がなかっああ、ただレイけチでェル・しアンょ。バーとビクトリア・チェイス。K 先生に色目使ったくせにピッチ、まさに劇的って感じ。レイチェルとビクトリア・チェイスの略かな。あ、コメント。いつでもペン持ってんさだてな。私からも一言。ビッチとか古すぎ。ちょっと皮肉混じりね、今回やっていこうかなと。相手のちょっとこのビッ上げチ足じとゃなかいけ古ど、すぎ、 VC らそうしいそう、ね。上げ足取りじゃないけどさ、ちょっとこう、そういう感じでやっていこう。いろいろあるね。結局 何が言いたいんだ？全然見えない俺。黒い俺全然見えてないよ。それ。心が狭いな。ねえ、これ。舞台監督専用の鉛筆、ステフ。はあ。
ネットをするべきかしないべきか。でこれさ、ここの世界線はさ、悪い方が圧倒的に多いけど、なんでみんなパソコン開きっぱなしなの？電源消してくんない？これあれか、これ見たね、この前。こいつら自意識過剰すぎ。レイチェル・アンバーいるじゃん。ブラックリアカデミーの新入生レイチェル・アンバーはテネシー・ウィリアムズ作欲望という名の電車のブランチャクを悲痛に演じきり、オーディションを見事突破しました。演劇の他には運動、ディベート、募金活動、地元の歴史、自然が好きなんですけど、オールスターじゃん。レイチェルはいつかブロードウェイの舞台に立ち、ハリウッドの銀幕のヒロインになることを夢見ています。ネイサン・プレスコット。アルカディア・ベイ随一の歴史と影響力を持つ名演のご子息は、テンペストでの演技でブラックエル・アカデミーにおけるプレスコット家の名声をさらに高めることを目指しています。2年生には難しいってことは、2年生かマックス。じゃあ3年生の時に来たのかな、学校に。ミランダ、あーなんか出てる人のあれか、紹介か。はあ、まあ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 いいんじゃない。バッグ見させてもらっていいですか。じゃあバッグ、姉さんの。このバッグすごいいいじゃん。スカル入ってるね、かわいい。このスカル缶バッジいいね。あ、親子写真だ。レイチェル幸せそう。あ、同じ境遇なのかな、クロエも。クロエとレイチェルってそっから仲良くなるのかな。レイチェルのベルトだ。レイチェルに私に行くか。この時はまだ仲良くないもんな。どうなんだろうな、どこ、何がきっかけなんだろう。プレスコット家の金はどこへやら、うん、武器で遊べるって知ってたら俺テンペストのオーディション受けたのに。いい首輪だな。首輪かそれ。人生はドラマだろ。なんていう名前かは、なんていう名前の衣装かわかんないけどさ、あれでしょ、昔のやつでしょ。100着はありそう。全生徒が出演でもしてるのか。でもそんななんか演劇部のスターで守護天使、昨日とは別人だな。だからもう学校でも頑張ってて、でもあれなんだな、そういう裏の一面もあるんだな、やんちゃな一面も。姉さんに悪魔をつの、まあ、レイチェルにね、まあ、プラスのことしかやんないから俺は基本的に。どっちだ、そうプラスのことしかやんないからさ、マイナスなことやったらやっぱあれじゃん、ネガティブになっちゃうから。助けてくれた俺。そんなに書く時間ないやろ、そんなに。普通に丸書いただけじゃん、めちゃくちゃ長く書いてたのに。熱くなりすぎじゃないか。鉛筆はどこ、ヘイデン、あんたでしょ。鉛筆だけでそんなに揉める？バカだろ、ローガン。でーな、君は本当に素敵だよ。君さえ受ければ遊びに行かない。よろしく。消されてるローガン。何書いてんだ、君に焦がれる誰かより。どこっすか、レイチェル姉さん。あの、レイチェル、ベルトってこれ？さあ。ありがとう。ああ、あれか、普段着に着替えんのか。え、直接渡せばよくない？あんま、やっぱそういうことがあんま好きじゃないんだ、クロエは。え、いや、褒めよ、褒めよ。衣装、素敵だったよ。ありがとう。見られたくなかった。それで、ごめん。楽屋に飾る花束持ってきた？これ次は必ずベルトだけ。あ、ちょっとちょっとちょっとあれするか、ちょっとジョーク交じりに行こうか。ベルトでどうかな。いいよ。あ、じゃあごゆっくり。レイチェルと連絡先交換するのかな。あ、普段着来た、レイチェルの。レイチェル・アンバー。お、昨日は楽しかったね。お、友達の始まりか。絡まれただけじゃん。ファイアウォークよかった。初めてファイアウォーク見たけど最高だったよ。うん、また行こうね。あ、ちょっと正
昨日の夜が終わらなければいいのにって思ったの。そもそも終わりって何？深必然なの？深急に深いこと投げてくんなや。終わらなくてもいい、終わらなくてもいいじゃない、これ終わらなくてもいい。まあでも今の直感的な反応からするとこっちだよな。禅問答か何か。ねえ、これからさ、うん、遠足に出かけない？話変わりすぎだろ。レイチランバーがサボり？ちょっと行ってみようか。授業吹けるの？マジかよ。変かな。ちょっと。いや、最高だ。いいね。このやりとり大事だよ。そう来なくちゃ。はい。さて、その目だけど、さすがに目立つね。メイクで隠してあげようか。あざつか。お願いしようかな。じゃあ。お願い。みんなに聞かれてうざいし。仲良くしようぜ。仲良くするためにはここでお願いしないと。まあ、ここのね、この一瞬がやっぱ仲良くなるきっかけになるから。頼むぜ、レイチェル・アンバー。じっとして。ちょ、恥ずかしい、恥ずかしいから。レイチェル、恥ずかしいから。消えんの、本当にアザー。つけすぎじゃないか。勇敢さの代償よ。うん、目閉じて。レイチェル、メイク濃いからな。大丈夫か？触んじゃねえよ、お前、おい。さ、触んなよ。出来上がり。お、消えてる。嘘だろ。じゃあ、てか、なんか黒い美人だな、なんか。グラフィック上がったのか、お前。なんか、Life is Strange の時。あー、でもそっか、青髪に。そう、この時期の黒いは描かれてないか。写真にも残ってなかったもんな。美人だな。あ、ここ線路のとこじゃん。てか黒いスタイルよ。バスとかじゃダメなのか。背高いし。ダメ。サボりにもやり方があるの。え？なんすんの？ほら。まさか。何してんだ私。まさか貨物列車乗んの？お前まさか。あ、入れそう入れそう。やんちゃだね。え、じゃあむしろレイチェルにさ、そういうとこ教えてもらったのかな。これどこ行き？遊びよう。来たかな。シアトルまで行けるかも。え、マックスないんじゃん。ちょっと遅いけどな、電車のスピード。座ったら景色が綺麗だよ。めっちゃ時間かかりそう。え、なんかレイチェルいいやつだな。どうして学校の授業出なかったんだ。何かあったの？あった。ドリューと何があったんだ。みんなが君はすごいとか言ってるんだけど、後で話すよ。分かった。ドリューって誰？みんなが君はすごい。ドリューって誰？ドリュー。ドリューって誰？ドリュー。ああ、ドリュー。こいつか。ああ、こいつから作ったんだもんな。木箱しかないか。貨物列車乗りてえ。俺も。なんこれ。先客がいたらしい。このシンボルどういう意味だ？てかやっぱむしろレイチェルに教えてもらったんだな、遊びを。姉さんの親父、冷酷だな。うん。まあ納得だけど。何やってんだろう。いかにも中に死体が詰まってそうだな。てか本当だよな、なんか貨物列車の割に中スカスカだよな。まあ貨物列車の中覗いたことないけどさ、なんかスカスカだね。動かす、ああ椅子にするんだ。はい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 。危ねえよ。思ったより重い。で、落ちるとこだったじゃん。今危ないぞお前。座るか。いや落書きしようぜ。落書きできるでしょ多分これ。はいはい。ん？これは？去年課題でハックルベリーフィンの冒険が出たけど、ああ読むよりこうやって体験した方が早いな。ここに本があるってことはあれなのかな、レイジェルがいつもここに座ってんのかな。なんか人間はいても人間性はない、うん、誰もが自分でいることを恐れている。説教臭い落書きだな。これやっぱレイチェルの特等室、特等席じゃないのやっぱり。俺も書こうと、記念にね、記念に書こうぜ。人間イコール怪物、みんな嘘つき。
人間イコール怪物はちょっと抽象的すぎるから。誰もが嘘をつく。いいね。みんなよ、レイチェル、みんなよ。見られてると思うけど。エビリバディ。なんだこれ。ライカ。はいはいはい。失われたユニコーン、何これ、失われたユニコーンって。失われたユニコーンって。あ、失われたユニコーンコーナーがあったんだ。見たかったなぁ。レイチェル、話そうか。あ、見ることしない。サボりはいつもだけど、今日は、レイチェルの。いや、友達とサボるのが一番おもろいと思うぞ、多分。一人でサボるよりもね。列車に二人きり。変なこと言わないようにしないと。ちょ、レイチェルの人間性気になるなぁ。私、ビビってる。緊張してんのか。マックスがいたらなんて。でもさ、ここでマックスが出てくるのもいいよな、なんか。まだ忘れてはないもんな。話しかけた方がいいのか。どうなんだ。コミュ障かよお前。話しかけるも何もさ、なんていうの、話してるだろう。お前むしろ乗った時から話してる感じだろもはや。でここで初めて会ったみたいな。いい天気は無難すぎんな。これレイチェルさんに話してもらおうかな、じゃあ逆に。いや、俺だったらどうしよう。俺だったら、まあ、とりあえずいい天気だね。いいレイチェルだな。いいレイチェルだな。え、その、天気だな。いい天気だな。緊張しすぎだろ、お前。そうだね。緊張しすぎだろ、お前。いいレイチェルだなって。そんな緊張することあるか？二人でいるの。変な感じね。でもそんな話したこともないようなさ。私は誰ともつるまず友達いないから。いるでしょ。前はね、一人だけ。マックスって子でもっといい場所に行っちゃった。残念ね。あ、でもすごいなんか心配してくれてんじゃん、レイシェル。礼を言う。黙っている。キートン先生。キートン先生誰だっけ。科学の先生、キートン先生だっけ？わかんねえな。かわいそう。ところでさ、ありがとう。あの時ね。サボれたから？ちげえよ。ちげえよ。ちげえって言うと思ったからな、俺も。あんたがいなきゃ。この町はクズだらけね。レイチェル。できたな。だから。一緒に来たの？違う。理由なんかいらないよ。めちゃくちゃ悲しそうな目すんじゃん、レイチェル。この状況不思議でしょ。不思議。そりゃまあね。俺も乗りたい、そこに。誰かといたくて。あ、ちょっと。キュン。うん。サボれるなら何でもいい。もっと何かあるだろう。で、どうしよっかな。詰めるべきか。いや、なんかあるでしょ。ダメだな。それじゃ納得できない。攻めよう攻めよう。旅は嫌い？いや、嫌いじゃない。だからどこ向かってんだよ。好き。わからないからいいんじゃん。あ、いいね。わかってるわ。レイチェルわかってる。俺もそういう感じ。いいことしよっか。わからない方が楽しいんだよね。結構。何？いいこと。からかってみようぜ。私、非処女だけど、いい。ちょっと。お、仲良くなるためにはね。いや、どうかな。仲良くなるためにはこういうね、やっぱからかいも大事だから。何するんだ。結構ジョークかましていかないと最初はね。嘘当てゲーム。何？え？文字通り嘘当てゲームをするの。うん。それぞれ相手が知らない自分のことを。ああ、なるほどね。二つ嘘か。そのうち二つは本当か。一つは嘘か。うん。そう。相手は嘘を見抜くってわけ。嘘を見抜くね。はいはいはい。あ。科学コンテスト信じるんじゃないの。科学コンテスト面白そうだ。絶対嘘だと思うでしょう。科学コンテスト。行くよ。まず私は両利き。うわ、むず。そういうとこから入る。次、生まれはニューヨーク。ファッションとブロードウェイの街。はい。アルカディアベイの監獄生活が終わったら戻るんだ。いや、どうだ。行ったことない。旅行しないの？
できねえもん。お金ないもんだって。どこへでも行けるなら、どこに行く？ロシア、ギリシャ。ゲーム途中だけど大丈夫か？忘れそう。カトマンズ？私はね、いつかエベレストに登るんだ。なんかまあ夢あるね結構。街から出るってだけで感心したのに。なんかレイチェルがさ、レイチェルがおなんか爪てんこ盛りセットだからさ、なんかすげえわこいつ。最後？真実二つに嘘一つだろ。そっか、私は獅子座。ガオー。嘘。嘘ちっちゃ。両利き。ニューヨーク生まれ、獅子座。ちっちゃ。なるほど。嘘ちっちゃ。さて、嘘はどれ？ニューヨーク、いやーでもライフイズストレージも言ってたっけな、どうだっけな。両利き、そんな描写あったか。いや、ニューヨークはでも地雷な気がするんだよな。これパッと見さ、ほら、ニューヨークあれじゃん。え、誕生日書いてたっけな、あれ。ステイ、ステイ、ステイ、ステイ。待てよ。あ、まあ、これは書いてないか。いや、覚えてないな。いや、ニューヨークは地雷だと思うんだよ。多分。ニューヨークが一番嘘っぽいけど、いやー、うわ、むずい。獅子座。獅子座にしては運が良すぎる。伊手座かなんかじゃないの？伊手座？いいね。アルテミスか。そこに噛みつくってなかなかないけどな。本当。へえ。マジで。吠えてみようか。嘘はニューヨークのこと。やっぱそっか。もう本当はロングビーチ。逆に本当かなと思っちゃったわ。ニューヨークは憧れってことか。いいね。あ、それ言ってたね。じゃあ。そっちの番ね。いや、科学コンテスト。一つ目、何を言おうか。嘘から始めるか。はい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 。真実から始めるか。それともズルをするか。ズルをする。腕前を試してやる。ズルってどうすんの？あ、全部嘘とか。いや、一発目はね、とりあえず真実。いや、あえて嘘か。あえて嘘を言うべきなのか。いや。どっちどっち、人間的にどっちだ。一番最初俺が言いたくなるのは、真実二つ嘘一つでしょ。ってことは、とりあえず真実を言うかってなると思うんだよ、人間って。だからこそ裏を書いて嘘。人を殴って手を骨折した、猫アレルギー、バンドやってる。バンドやってる、確かにバンドやってそうだけど、ここはあえて猫アレルギー。獅子座に言うのもなんだけど、私猫アレルギーなんだ。本当に？猫と戯れるシーンあったっけ？あ、なるほどね。嘘三つパターン。いやでもこれはレイチェルが正々堂々と来てくれたから俺は真実を言うよ。科学が好き。科学が好きだ。どうよ。どうよ。マジで。タイソン博士を言うな言うな言うな。タイソン博士言ったらバレるだろ、お前。タイソン博士が偉い、なんか有名な人だったらバレるだろお前。子供の頃海賊になりたかった。でもこれほんと臭いもんな。カントリーミュージックってあれでしょ、多分結構優しい感じの音楽でしょ多分。海賊で行こうか。子供の頃の夢は海賊になること。今もか。可愛いっしょ。可愛いっしょ。結構どうよ。猫アレルギー。不思議な人ね、クロエ・プライス。猫アレルギーでバレるかな。なんだそれ。ちょっと浮いてるもんな。とにかく見破れた気がする。ないない、言ってみろよじゃあ。海賊になりたいのもわかる。船に乗って喧嘩して。言うな言うな言うなって、お前が言っちゃったらバレるじゃん。バレるバレる。乗ったらバレるじゃんお前。クロエ、海賊の話は本当ね。そう、乗っちゃダメだってクロエ。副船長なるか。ここでやっぱね、副船長になる。ちょっとかましていかないと。応募していいの？お、どうぞ。仲いいじゃん、いい感じじゃん。
はい。科学が好きなのに科学の成績は悪い。うん。成績悪いと好きじゃダメなのか？言うなってだから。学校ではやる気になれない。お前それ言ったらバレるじゃん本当って。もうそれ言ったら本当ってバレるじゃん。クソみたいなやつがクソみたいなことをする。クソだらけの声ダメだ。言うじゃない。本当はどう思ってるの？まあいいや。学校は嫌いだけど科学は好き。本当かな？バレるもん。お前クロエ、次は自称の猫アレルギーか。見破られてる。自称？嘘でしょ。なんで？アレルギーの可能性はあるけど、あなたロッカーに古い猫の写真貼ってるでしょ。貼ってんじゃねえよ。知らないもん。俺見てないもん。俺見てないもん。ストーカーかよ。私のロッカー？ストーカーかよ。見ちゃったんだから仕方ないでしょ。俺見てないもんそれ。見られるのに慣れてるからいいよな。見てないって言うけど多分あれだろうな。嘘で出てきた3つ全部あれなんだろうな。証拠があるんだろうな。あなたがついた嘘は一つだけってことになる。うん。ズルするとでも思った？勝てば官軍って言うからね。このゲーム強すぎだろ。俺ズルしない。人間観察が得意だからね。君が本気で来たから俺は本気でぶつかる。すごいな。すごいと思うよ。クロエを感心させるとはちょっと嬉しいね。レイチェル、わあでもレイチェルちょうどいいわ。確かに嘘をつかれることに慣れちゃうんだと思う。急に重いわ。急に重い。マジ重い重い重い。マジ駐車違反食らったら電話するわ。車持ってないけど、車がなきゃそもそも駐車も違反もできないわな。ありがとうクロエ。何がゲームしてくれて。やるよ。夢を話してくれたし。暇だもんだって。眼帯がかっこいいだろ。ラムも美味しいしね。そうね、はあ、話すの辛かったでしょ。大げさだな。まあ、マックスの思い出だもんな。それもクロエ・プライスは決して誰にも心を開かないって街中のみんなに思われてるよ。まあ、結構ドライだもんな。まあ、信用するのは苦手。人を信用するのは苦手だけど私の過去を知ればわかるかも。どんどん言っちゃうじゃんお前。じゃ今でもわかるよ。とはいえ、うん、一緒に列車に乗っただろ。そうね。うわレイチェルちょうどいいな。お前ちょうどよく優しいもん。俺も友達になりたいわレイチェル。音楽でも聞くか。なんかちょうどいいよね。なんかねギラついてる感じでもないしさ、ほんと誰とでも仲良くなるみたいな。これあれでしょ、一人で聞いても多分私にも聞かせてって来るよ多分レイチェルなら。それを見越して待とう。私にも聞かせて待ちね。いやいやいや、来てレイチェル、来てレイチェル。レイチェルごめんって。俺自分の世界に入りたかったわけじゃないの。レイチェル私にも聞かせてって来てレイチェル。レイチェル来ないじゃん。レイチェルあれか、相手の時間も大切にするタイプか。相手の時間も尊重してあげるタイプか。ロングビーチ時代からつけてるかな。アルカディアベイ以外にも世界があるって思い出させてくれる、うん、いつかロングビーチに帰るか、ここじゃないどこかに行きたい。今すぐにでも。レイチェル、わかる。俺もわかるよ。私もこの街は最悪だ。ここにとどまる理由なんかないんだよ。うわなんか友達なれそう、ね、こいつ、うん、私が突然いなくなっても驚かないでね。え、なんならついていくさ。見て着いたよ。急に変わるなお前。テンションが。どこだよここ。飛び降りて。え、飛ぶの？普通に森じゃん。よし、騙された。騙されたかこいつ。
大丈夫？なんかそんな森に降ろされたら俺多分一旦切ろうかな。なんかちょっと早いけど、まあこんぐらいの方がいいかな。ちょうどいいっすさ、セーブしてくれたし。ここで切るわ。じゃあ中待ちね。はい、というわけでじゃあここで切るわ。じゃあ朝した。